なんとなくで顔を描くコツ？難しいアングルの顔の描き方講座の巻。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんしです。うわー、どうしたのゆきんし君。顔が描けない。傾いた顔が描けないんじゃー。もう絵描くのなんかやめてやる。やめるな、落ち着け。難しい構図で顔を上手に描くにはね、ポーズ集や漫画を見て描いてみたり、解剖学を勉強したり。違う、そういう正論はいいから、パッとうまく描けるようになる裏技教えろって言ってんの。そんなものはない。やだ、努力とかそういう先の話じゃなくて、今すぐ描けるようになるやつじゃなきゃやだー。オーケー、わかった。というわけで今回は僕なりに、難しいアングルの顔を、その場で何とかして描いてしのぐコツを、列挙していこうと思います。それではまず顔を描くコツの前に、顔を構成する線を引くときに意識する大前提を説明しようと思います。それは、一本の線は常に二つ以上のものを表現する、ということです。どういうこと？例えばこんな風に、キャンパスに線を一本引くと、何が起こると思う？何がって言われても、線が一本描かれるんでしょ？そうなんだけど、それだけじゃない。ここに線が一本引かれることだけで、キャンパスの中に、線の上と下の、二つの領域が生まれているんだ。線を一本引いただけで、二つのものを描いたことになるってこと？そういうことになります。だから線を引くときには、その線で描くものだけじゃなくて、もう一方の隣り合うものにも気を配らなきゃいけないんだ。ふむふむ。具体的に何をするのか、実際に僕が描いてるところを見てみましょう。顔の輪郭を描いてから、目を描くところです。ちょいあんた、その画面巻き戻せるか？ごめん、この時、目だけを描くんじゃなくて、上まぶたと目尻を描くときには、一緒に顔の側面も、下まぶたを描くときには、一緒に頬の曲面も、同時に一緒に描くつもりで、接しているものを常に意識しながら線を引いてるよ。それって直接線に現れてない面や立体も、頭の中でイメージしながら線を描くってこと？ちょっと難しいよー。確かに。でもこれには誰でも実践できる二つのコツがあります。一つは、線を気持ちゆっくり引くこと。つまり、線を早く描きすぎないということです。あまり素早くペンを動かしすぎると、意識がペンに追いつかなくて、せっかくのイメージがパンクしてしまうからです。脳みその処理速度にペンを動かす速度を合わせるってことだね。そういうことです。線は紙の上だけで引くんじゃなくて、脳みそと歩調を合わせて引きましょう。もう一つのコツは、キャンパスから少し目を離すことです。ふむふむ。キャンパスと目が近すぎると、このように視野が狭くなって、ペンで描いてる部分しか見えないのです。顔を上手に描くには、他のパーツとの兼ね合いが大切。描いてない部分も一緒に意識しながら線を引くために、少し目を離して視野を広く保って、全体を見ながら描きましょう。一つのパーツに集中しすぎないように気をつけようってことだね。ついでに全体のバランスを見ながら描くのに便利なクリスタの機能、ウィンドウ分割を紹介しておきます。まず、メニューバーのウィンドウメニューのキャンパスから新規ウィンドウをクリックします。次に同じく、ウィンドウメニューのキャンパスから並べて表示をクリックします。これで1枚の絵を2つの視点から見たり描いたりできるようになりました。それぞれのウィンドウは別々に拡大縮小表示したり、左右反転したり回転しながら描くことができます。おお、これは顔描くのだけじゃなくて、いろんなところでめちゃくちゃ便利そう。ウィンドウは何個でも追加できて、左上のタブ部分をドラッグして好きなように配置を決められるよ。細部を描き込むときにも、遠くから見た視点から、仕上がりを確認しながら描き進められて便利だね。このウィンドウは別のモニターに持っていくこともできるから、メインモニターとサブモニターの両方で見比べながら描くのもおすすめだよ。1タブ使ってる人がカラーマネジメントモニターで色を確認しながら描くのに便利そうだね。大前提の線のお話が終わったところで、僕流の顔を感覚的に描くコツを列挙していくよ。その1、煽りと俯瞰の対比を暗記する。その2、顔のパーツの機能から逆算して考える。その3、別の部位や感覚と結びつけて考える。ふむふむむ。
ただこれらはあくまでも間に合わせであって、決してフォーマルなやつではないのでその点はご了承ください。じゃあ早速コツその1の、煽り特感の対比を暗記、からです。これは解剖学とかは一旦忘れて、煽りと俯瞰で各パーツの形や位置関係を丸ごと暗記してしまおうというものです。もうパターンで暗記しちゃえってことね。それじゃあリズムに乗って暗記していくよ。急に何？普通に書いて覚えられないなら歌って覚えればよいのだ。まずは各パーツの線から。3、はい、煽りなら。パーツの線は上カーブ。俯瞰なら。パーツの線は下カーブ。煽りなら耳たぶでかい。俯瞰なら耳たぶ小さい。煽りならお耳の上は目より下。俯瞰ならお耳の上は目より上。煽りなら目鼻口は上による。俯瞰なら目鼻口は下による。煽りならほっぺ広い。俯瞰なら、おでこ広い。煽りなら、そこ見える。俯瞰なら、てっぺん見える。以上、センキュー。リズム低下。でも少しとっつきやすくなった気がするよ。煽り俯瞰で書くのに迷ったときは、このリズムを思い出しながら書いてみてください。二つ目のコツは、顔のパーツの機能から逆算して考える、です。これは顔のパーツの形や位置関係に悩んだ時に、パーツの能力に立ち返って考えるということです。つまりどういうこと？例えばこういう風に顔を少し斜め後ろから見た時。目は描く？描かない？ほぼ目に隠れて見えない気もするけど、ちらっと見えるかもしれないから迷っちゃうね。そんな時はカメラの位置に自分の手を持って行ってみるんだ。自分の目から手が見えたら、カメラからも目が映ってることになる。ああ、なるほど。これはその場ですぐ使える判断基準だね。この考え方はパーツの形を捉えるのにも使える。例えば、鼻息をふーんと出すと、鼻の穴の向きや唇の上の出っ張り構造が感覚でわかる。耳の形や向きがわからないときは、耳が音をキャッチするアンテナだと考えてみよう。耳はアンテナを顔の真横につけてから、顎の向きに割ったような感じの構造をしてるよ。おー、なるほどー。これは斜め後ろから見たときに、耳の後ろが見えるか見えないかの判断に使えるね。でもこの耳が少し傾いてる角度がよくわかんないんだよー。こんなの覚えられないよー。そこで役に立つのがコツの3つ目、別の部位や感覚と結びつけて考える、です。ここでは手の感覚を定規代わりに頼ってみましょう。それでは皆さん自分の耳を手で塞いでみてください。その耳を塞いだ時の手の角度は耳の傾きと大体同じです。おお、大体だけど感覚的に把握できるのが良いね。あと目尻と耳の付け根と手の幅が大体同じです。おお、これは顔の側面とか眼鏡の絵の長さを捉えやすくて便利だね。顎から髪の生え際の間も大体手のひら分の長さだったりするよ。ただアニメや漫画の絵だと、目の大きさを稼ぐために、顔の方やおでこを削って小さくしてたりするからその点は注意ね。最後に顔を描くのに便利な機能をいくつか紹介しておきます。まずはベクターレイヤーでのベクター複数選択です。直したい線たちをまたぐように投げ縄や選択ペンで選択範囲を作って、メニューバーの選択範囲にかかるベクターを選択をクリックします。すると、好きな線だけをまとめて変形したり、移動したりすることができるようになります。他のベクターの便利機能やショートカットの登録法などは、以前の動画で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。ラスターレイヤーに書いている場合は、歪みツールが便利です。この歪みツールで、オルトキーを押しながらツールを使うと、設定を変えずに反対方向に歪ませることができます。毎回手動で設定変えないで良いのかー。これによってベクターレイヤー並みに修正が簡単なのでおすすめです。以上、難しいアングルの顔の描き方講座でした。ちょっとやる気出てきた。あくまで間に合わせの内容だから、各自ちゃんとした修行は別で取り組んでね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。